皆さんお元気でお過ごしでしょうか。ザコと申します。ということで今月は3敗するごとに罰ゲームが下るというルールでポケモンランクマッチやっております。6勝したら1回分打ち消しができるよという風になっております。前回の動画でも経過ご報告しましたが、未だに調子がかなり悪いというか、ケンタで始まって以来の調子の悪さでございます。スーパーボール級から出れないのはあれだな、去年の3月以来なのでちょうど1年ぶりとかでしょうか。いやー、だいぶしんどい思いをしてますが頑張りましょう。で、3敗することに罰ゲームなんですが、前回の動画で12敗までの罰ゲームは、やりました。ただ今回その12敗からさらに、7敗増えて19敗までいっちゃってるので2回分罰ゲームがあるわけですが、逆に12勝6の倍数を1回踏んでいるので1回分罰ゲーム打ち消すことができるようになってます。今ちょっと滑舌怪しかったね1回罰ゲーム打ち消せるので、実質僕に下る罰ゲームは1回ということになります。ちょっとこれは動画の最後に回したいと思います。いきなり罰ゲーム動画から始まっちゃうとポケモン動画でも何でもなくなっちゃうので、まずは対戦からどうぞ。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。おー、オーガナットですね。いやー、結構ね、そのオーガナットを見て、こっちが出したいなって今ピンときたのが、ジワコイル。これ、皆さんにお見せしたいなー。いけるかなー。ちょっとね、これワクワクする組み合わせなんですけど。いやー、うまく出せるかな。ジバコイルが苦手なのがランドロスなんですが、しっかりお相手のパーティーにランドロスも、いているので、いてるいるのであ、どうなるかという感じですが、キレイ花とジバコイルは行きたい。けど、問題は海洋画ですかね。普通にエアームド先発で行くのもまあありっちゃありでしょうか。それともバタフリーを後発にしておく、まあ、パッと決まらないんでルギアにしてみましょうか。まあルギアはあのバトンの支援がなくてもシンプルに戦えちゃうポケモンでもあるので、まあ、今回一応バトン受ける先ということでも用意してるんですけど、今回ねバトン戦術の、バトン受ける先なのか、それともバトンを、受けなくても強い役なのか、どっちになるかわかりませんが、ルギア一応選出してみようと思います。よろしくお願いします。まあ、禁止伝説ポケモンはね、迷った時は選出しとけという感じがちょっとありますよね。で、海洋が来てしまったか。さあ、この海洋がをどういなしていくかなんですが、まあ一応タイプ相性的には有利なんですけどね、この対面ね。ただ海洋がにとってもここ居座るのはちょっとリスクがある行動だと思うので、うまいとこそこをついていきたいですね。本当は眠りごな。したいなぁ。ちょっとリスクがあるけど、でも力を吸い取るからだけだと純粋に押し負けてしまう可能性が高いので、で蝶の舞も一回積んだだけじゃ抜けない。ということを考えるとやっぱ一回眠りごなはしないといけないか。タイプ有利にも関わらず、ちょっと回りくどいやり方になっちゃうな。で、お!ナットレイ来ましたね。オッケーオッケー。これは僕がやりたかった展開ができるかもしれない。じゃあナットレイの前で堂々と蝶の舞を積みます。まずは。ここからは僕のやりたいことをやろう。蝶の舞。あとはナットレイ側の技構成とかも気になりますが、どういう感じだろう。はたき、なるほど。まあ、たすきなので、はたかれようが、はたかれまいが、ここは変わりませんね。もっかい蝶の舞してしまうと、ジャイロボールで吹っ飛んじゃう可能性があるんじゃないかな。ちょっと計算してないけど、なんか、怪しい気がしてるので、一回力を吸い取っておきたいな。ただ、力を吸い取るすると、引かれちゃう可能性があるんですよね、後ろに。大丈夫かな。まあ、でも一回吸い取っとこうか。オッケー。いや、これね、本当は、あれなんですよね。ナットレイを、今回磁場コイルでキャッチしたいと思ってるんですよね、僕。磁場コイル今回、特性磁力で持ってきてまして、特性磁力の磁場コイルは、ナットレイを逃がすことがないので、非常に強い。ですが、このダメージ見てナットレイが引いてしまう可能性も十分ありますね。引っ込めた。まあ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 、しゃあないですね。海洋が。一応2回蝶の舞したので、スカーフじゃなければ抜けてますが、スカーフだったらまだ向こうの方が早いっていうぐらいですね。まあスカーフでも向こうの振り方によりますが、まあスカーフの場合は基本最速なので、これで抜かれていると思っていいでしょう。まあ、海洋画は特攻が高いとはいえ、剣士伝説なので攻撃もまあまあある。力を吸い取るで十分1回は回復させてもらえるかな。2回蝶の舞したからちょっと力吸い取ってみたいですね。こっちが先だ。ってことは最速じゃないのか。なるほど、わかりました。じゃあ、眠りごなしちゃうか。で、待っちゃうか。瞑想とかするタイプかな。冷凍ビーム。あー、メガネ?その可能性もある。
いやー、メガネかな？うん、ちょっとそれっぽいですね。二階長の前できてて、一応もう一回眠りごなするチャンスありますね。うん、仮に外してもまだ致命的じゃないので、ここ眠りごな行きましょうか。一個目、ター。はい。で、ナットレ。あ、いいですね。オーガノットでぐるぐる回そうとしてる。これはかなりこっちにとってチャンスなので、うまく使いましょう。ここで、バトン行きます。もう。これ、ね、そうなんですよ。今回はバタフリーとかキレイハナっていうポケモンがナットレ一体で完全に止まってしまうのを逆に利用しようという僕の算段でして、こうやってナットレが出てきた時にバトンタッチで、磁力の磁場コイルにつなぎます。これで、C、D、S、特攻、特防、素早さ、全部が2段階ずつ上がった状態で磁場コイルが、降臨できるわけですが、ジャイロボールはもちろん、ダメージ4分の1なので全然痛くないし、ここで、磁力でキャッチできているので、身代わりを張ってしまえば、もうナットレイの宿り木の種も効かないと。はい。ここから、鉄壁を3回積んでいくことができるわけですね。叩き落とすも、ちゃんとこの身代わり耐えます。はい。で、鉄壁積んでいく。OK、完璧。まあ、今回ね、あれバタフリーに食べ残しを渡してしまっているので、自動回復というか、無限に体力を得られるわけじゃないんですが、一応お盆で1回分は、体力を温存できるようになってます。これもう一回叩き耐えますね。鉄壁積んでるので。あ、耐えないか。じゃあまあまあ A 振ってるんだな。耐久に特化してれば確か2発耐えてたはず。うん。ここはもう一回身代わり、大安定ですね。もうナットレ引けないので、ここ。はい。もうナットレ居座るしかなくて、こっちの磁場コイルはお盆で回復。もちろん叩きだったとしても、もう一回鉄壁積んでるので、もう大したダメージ出ませんね。アタキ。まあそうですね。お相手はもう連打するしかない。こっちは鉄壁、もう、ロック済みして、ボディプレスに移行すると。まああまり体力は残せないんですけどね。残飯を、今回はバタフリーに渡してしまったので。あまり体力は残せないんですけど、身代わり残して、このナットレを突破できれば、あれですね。後ろのポケモンに身代わりを残せるので、そうな、身代わりを残して倒せば身代わりを残せるのでってなんか今すごい当たり前のこと言いましたけど、身代わりを残して、突破できれば体力がある程度残っていなくても、うん、一回は行動権が得られる。かつ、ちゃんと素早さ CDS も上がってますからね、今回。鉄壁ばっかり積んでると忘れがちですけど、究極体磁場コイルがここで出来上がるわけなんですね。磁場コイルを、選出画面で誘って出てきた磁場コイル、を逆に詰ませる。そういうパーティーになってます。オッケー。じゃあ6積みできたんで、ボディプレス行きましょう。割と HP も残ったんで、いい方ですね。うん。えい。ズドン。もちろん倒れます。6積みなんで。よし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 。これで、素早さも2段階上がってますからね。で、特攻も2段階上がってるので、海洋がもう、そうそう受かるもんじゃない。6段階上昇ボディプレスよりはさすがに2段階上昇10万ボルトの方が海洋画には通るかな。どっちなんだろう。一応計算してみますか。海洋画出てきましたね。ちょっとまだ、計算してる途中だったんですけど、あ、ギリギリボディプレスの方が火力出てるのかな。今回ちょっとごめんなさい。自分で使っといて磁場コイルの調整忘れましたけど、これポケモン徹底攻略さんのね、調整割と真似してるんですが、ちょっと C に振ってるのか。じゃあ多分ほとんど一緒ですね、乱数。どっち打ってもめちゃめちゃ変わらんって感じだと思います。だったらボディープレスでいいか、あんまないと思うけど、速度のみとかいう可能性もまあ、なくはない。ランドロス、ああ、ランドロスいたんですね。なるほど。まあ、だったらボディープレスで正解でしたね。まあ、ランドロスはこのボディープレスがあんまり通らないので天敵ではあるんですけど、一応こちらの方が今素早さが高くて、まあ、超前2回積んでる状態でバトンしてますからね。これ能力変化見てみましょうか。これですからね。強すぎる。はい。これでボディープレス、ボディープレスと行きましょう。まあ、お相手はここに大魔を切る形になりますよね。そうですね。うん。だったら、こちらはどうするのが正解なんやろ。ここで身代わり壊されて、あと2回身代わりして大魔を枯らすのが、目的になっていくのかな。それですかね。大魔ここでランドロスを枯らしきれれば、勝ちですからね。ボディープレス。まあ、これは相手が大魔切ってしまったのでダメージは本当にビビたるもの。お盆。ああ、なるほど。ただお盆込みで、
相手が大魔終わっても次のボディープレスで落ちなさそうですね。ってことを考えると大魔を枯らし切っても勝つのは難しそうか。まあジワコイル頑張りましたが、こういうとこでね、食べ残しだったらもうちょっと、粘れたかも、なんて、気もしますが。まあ、これはしょうがないですね。はい。6段階上昇とはいえ、そんなにね、ダイアースをやすやすと耐えるのは不可能なので、ここはしっかり身代わり張っておかないといけませんね。まあ、ランドロスに3ターンダイアースだけをさせるというのもまあ十分なお仕事ではあるんですけどね、これね。ただ、ナットレイを選出しておきながら、ちゃんとそのナットレイをキャッチしたジバコイルを裏から処理できるランドロスっていう風に残ってるのはお相手がシンプルに上手かったですね。ジバコイル3盾劇場。本当はしたかったけど、まあまあまあ、でも、もう、12分というか、もう最高の活躍ですよね、ここまでの時点で。オーガナットランドルスっていうバケモンみたいな並びにね、たった一体で、これだけかき回してくれてますからね、こっちまだ大魔切ってないし、なんなら。いや、素晴らしいですよ。お相手ももちろんここもう剣舞積む暇とかはないので、ここで地震で倒しに来ないとダメ。ボディープレスいきます。ま、いうことで、まあ、そこまで積ませずに普通に倒せそうな感じはしますね。岩石封じ。まあ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 。岩石封じ？地震じゃなくて？どういうことだ？あれ？これもしかしたら次抜ける可能性あるんじゃないか？お盆だったってことは最速じゃない可能性十分にあるよな。いやでも最速じゃなくても103、あーちょっとさすがにか。いや抜けてるな。あ、そうなんだ。いやボディープレースの火力こんなもんかなと思ってたけど、全然素早さ振ってなくて耐久ガン振りだったみたいですね。耐久ガン振りで、耐久ガン振りの、まあ、H25 に A25 にとかかもしれませんけど、少なくとも耐久にしっかり振ってる。ランドロスにボディプレスであのダメージなのか。高いなぁ。ってことは AS ランドロスだったらもっと入ってたわけなんですね。強すぎんか。鉱山選ばれました。ありがとうございます。最後の岩石封じはなんかちょっとお相手のミスなような気もしますけどね。まあまあ、それがなくても勝ててたでしょう。もうシンプルに、ランドロスに対して綺麗花出して、で、超舞、超舞。で、行ってバトンすればもうルギア1体で、っていうかまあ別にね超舞バトンしなくても大魔残ってるルギア1体で十分だったかもしれませんね。はい、ということで、素晴らしい活躍でした。ジバコイルいいじゃん。対戦ありがとうございました。はい、対戦で見つかりました。よろしくお願いします。まあやりたくないよね、こうなるとね。普通対戦したくないんですけど、こういうのと。まあ、当たっちゃったからには頑張りましょう。こっちとしては一番通しやすいのは、誰だ？ルギアかマタドガスかどっちか怪しいって感じですね。マタドガスは、バタフリが6積みでもできない限り死ん、ラッキーで止まっちゃう。で、ルギアは、ザシアンがしんどいって感じかな。まあでも今回綺麗花はまるでいけなさそう。エースバンカー、ザシアンに引かれた瞬間に無理そうなので、エアームドバタフリーで行きますか。いつものね。で、今回ルギア行きますか。せっかくなんでね、爆誕したいですよね、ルギア。まあ、仮にザシアンがどんだけ耐久があるとしても、6積みしたルギアならなんとかなるでしょうという希望的観測のもと。さあ、お相手は先発、初っ端からザシアン。もうザシアン投げときゃ勝てるやろっていうね。まあ、それも全然一理あるんですけど。とりあえず岩石封じから入ります。岩石封じ1回じゃ S が逆転しないんですけど、まあお相手がこれでカメラの未発動圏内まで削ってくれれば、もう一度こちらが上を取ることができる。ああ、いいですね、インファイト。そう、エアームドならインファイトしても、カメラの未とかね、発動し、イバンの未とかね、発動圏内入らんやろっていう風に思ってインファイトとかね、そこそこ強めの技振ってくれるお相手も結構いるんですが、実は、今回 AS なんですよね、エアムド。全然自分が大魔して、なんなら、ダイジェットで戦っていくこともできるようなエアムドになっております。ということで、岩石封じ。身代わりはやめてね。一応これで岩石封じ2回することで、ザシアンは、バタフリよりも遅くなったと。インファイト。オッケーオッケー。身代わりなさそうですね。じゃあ、これで S 関係が逆転したところで、まあ、バタフリーの登場と。
いう形になりますかね。お相手側にどの程度対策が施されているかもちょっと気になりますが、まあさすがにこれだけ場を作ってバタフリ行かないわけにはいきませんね。眠りごな引っ込めた。ちゃんとこちらのバタフリーが何を知るかというのもしっかり分かってますね。さあしかしクレセリアが出てきたところで、まあ基本的には大丈夫だと思います。身代わりを張ってしまえばザシアンにちゃんと眠り粉を入れることができるので、身代わり持ってないザシアンなら大丈夫です。相手の攻撃一発身代わりで受けて、その後こっちは眠り粉をすればいいわけですからね。ただここでクレセリアが一旦居座ってくれたので、こうなったらもうこっちは超舞を積んで、これでザシアンの上を取れるのももう確定しましたね。こっちが、このターンに仮にザシアンに交代されてもザシアンが出てきて、こっちが超舞する。で、身代わり壊せるターンも一回超舞で、こっちが上を取れるので上から眠りごなっていう展開を作ることがもうできるようになります。はい、ザシアンがまだ眠りターンを一旦も消費してなくて、これで身代わりを残せるのが確定しているっていう点と、もう4枚していれば抜け、ルギア抜けるポケモンが存在しない。かつルギアも瞑想で、これ以降もね、特攻を補うことができるので、ここでもうバトンをしてしまいます。ザシアンが絶対このターン眠っていて、身代わりを残せるっていうのが確定している場面なんでね。ここは、ルギアにとって一番しんどそうなのは、ザシアンですから。この一ターンをね、大事にもらいましょう。あとは有効打もないので、こっちは2ターンかけて倒すことになりそうですが、まあそれでも十分じゃないですかね。はい、命中安定のサイコショックで。あ、全然入らない。思った以上に火力ないな。全然ダメージ計算してませんでしたけど。はーい。今4段階上昇ですけど、こんなもんなんですね。あー、ちょっと、意外だったな。まあでも、一応、これ、ショック、で、身代わり壊されて、もう一ターン、こっちが行動できますから、まあさすがに大ジェットに切り替えれば押し切れるはず。そうなんですよね。ザシアン、眠りターンを消費せずに引いちゃったんでね、こんぐらい長くても全然おかしくない、という形になってしまう。ザシアンを引っ込めた。なるほど。クレセリアで三日月の舞かな？じゃあまあそれを阻止する術はないので、ここはもう瞑想6積みまでいっちゃいますか。冷凍ビーム。なるほど。まあ、それでは多分身代わりは壊れないかな。この身代わりって一回冷凍ビーム受けてましたっけ？ちょっともう、やばい、記憶がない。あれ？三日月の舞がないなら、もうこれで大丈夫ですけどね。あ、ないのか、なさそうですね。じゃあ、普通の瞑想型だったのかな？で、身代わりが消えてしまうと。いやー、お疲れ様でした、ルギア。というか、ルギアの身代わり。これでエアスラッシュで倒しに行く。いや、十分。あ、パワースワップだと？パワースワップってなんだっけ？能力変化を入れ替えた。わー！すごい！やばいことされた。いや、ここ大ジェットで倒しに行くのが正解だったか。わー！すごいな、これ。ってことは、お相手が今 C6 段階上昇？ダメ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 。大ジェットで倒しに行かないとダメだな。あ、でも一応あれか、こっちの、攻撃方面の能力変化だから D と S は
据え置きというかそのままなのか。 C6 段階だけ持ってかれたのか。なるほどな。いやー、お相手いい感じに狙ってましたねこれ。まあ、ルギア今回めちゃくちゃ耐久に寄せてて、多分ザシアンにこっからでも勝てるんじゃないかなと思ってるんだけど、どうだろう。いやー、クレセ耐えちゃうか。あ、やばい、これ耐えちゃってマルスケ剥がされるとやばいな。月の光、あーそれはやばいな。やられた。これでクレセリアに特攻6段階上昇を奪われて、月の光で完璧に回復まで持ってかれた。これ時間足りなさそうですね。こっから瞑想6回はもう足りんだろうな。特防6上昇が残ってるので、多分冷凍ビームされても大した火力ではないと思う。そうですね、こんな感じ。素早さも上がってるので、ザシアンの上から、自己再生が打てることを考えたら、まあ、ここは瞑想連打でいいか。あ、三日月の舞、ここで。パワースワップした後に三日月の舞。すごいなこのクレセ。いや、相当いい方ですね。いや、してやられましたね。さあ、寝て、しかもボロボロだったザシアンが、ここで復活。あとはルギアがどれぐらい耐久できるかか。いいですね。なんか、最強の矛と最強の盾が今見えてる感じ。今回悪鬼のみなので自己再生で一度マルチスケールで攻撃受けて防御1段階上昇の恩恵を受けに行きます。巨獣山、はい。うん、まあマルチスケール防御上昇なしでこれぐらいの火力 OK。じゃあこれでもう一回再生すれば、巨獣山2体ぐらいの体力は残りますね。そっからだな、勝負は。お相手はもう三日月の舞使ってしまったので、TOD に持ち込むのももう安定しなくなった。こっちは回復操作あるけど相手はないですからね。ので、相手はもうどうにかして押し切ることを考えなければいけないんですが、電光石火持ちのザシアンに剣舞までのスペースを持たせてるかどうか、もちろんありえますけどね。巨獣山、インファイト、電光石火までは見てますが、あと1個見てないので、その枠次第ですよね。じゃれつく、古畑ですね。OK。ならばもう、いい感じにいけるんじゃないだろうか。エアスラッシュでちまちま削っていく？それとも、瞑想連打する？いや、エアスラッシュでいこうか。ちょっとこのまま TOD に流れていく可能性もあるので、今のうちに削っとこう、もう。耐性連打で勝てる状態を作っておきたいですね。ひるんでくれたらと思いましたが、ひるみはなし。いやー、ルギア硬い。別に物理耐久特化ではなかったはず。多少特防にも振ってるんですが、それでもこの耐久やばいですね。巨獣山、まあね、常にこちらには急所のリスクがつきまとってますが、まあそんなことは100も承知で戦ってますんで、はい。お相手もまあひるみとかね、お相手にとってもやっぱ急所は怖いですし、そういうリスクはお互い負いながら戦ってるので、おさん選ばれました。いやー、よかったいやー、クレセのパワースワップすごかったな。あそこダイジェットでクレセ落としきるのが正解だったわけですね。なんか別にクレセリアができることであの状況ひっくり返せる技は存在しないと思ってたな。あー、ちょっと勉強になりました。パワースワップ型のクレセって実は有名なんですかね。僕、今まで一回も当たったことなくて、なんか情報も耳に入ったことがなくて、実は。僕が知らないだけで、実は密かに流行ってた可能性もありますよね。あー、今ポケモンホーム見たんですけど、単純な技の使用率で言えばパワートリックは別にトップ10には入ってない。要するに一番トップ10で一番低いのが、身代わりの 6.7%。なので、まあ、5% 台よりも下ぐらいに見ていいですかね。なんとなくですけど。ということを考えると、やっぱそこそこなマイナー技ではありますが、ちゃんと警戒しておかなきゃな、というところでしたね。いやー、僕が迂闊でしたが、なんとか勝ててよかった。あそこからでも勝てるのが、やっぱルギアのその素の強さというかね。はい。
はい、ということで今回使用したキレイハナーですね。すべて変化技で挑発を受けたら何もできませんが、まあ今の環境割と挑発できそうなポケモンがそもそもなんとなく定まっているというか、意外なとこから挑発が飛んでくるという印象はあまりないので、このポケモンはちょっと挑発ありそうだな、怪しいなと思ったら交換するなり、まあ素早さがこちらの方が上取れたそうならもう先にバトンしてしまうなり、という工夫をしてしまえば、意外とそう挑発に無力なこういうポケモン、バタフリーもキレイハナも今回は攻撃技持ってませんでしたが、を、パーティーに据えていても意外と勝てたりすることはありました。もしくは相手の挑発してきそうなポケモンが遅めだったら、ヤードで上からこちらが挑発してしまうというのも、まあ、なしではなかったですね。強烈にナットレイを誘うポケモンでもあるので、2回ぐらい待って、で、そのままバトンして、このジバコイルに繋げてしまえば、もうナットレイをキャッチしてしまえばこちらが勝ちでしょう。という感じで、もうポケモン単体で相手のメタをしていたりしたらもうどうしようもないので、パーティーの一つなぎで勝ちに行くという思考に切り替えていくのも、まあ一つの手なのかなというふうに今期は思っております。こうやってね、理不尽に戦っていかないと、もう今の環境どうしようもないですからね。今回使ったルギアの方はそこまで珍しい方ではなく、割とその定番目というか、悪鬼ルギアというのは一定数いますから、そういう方をそのまま、バトン先でもいいし、自力で戦うでもいいしという風に採用しましたけど、やっぱりシンプルに強いなという感じでしたね。ルギアの使用率は伝説のトップ10の中には入りませんが、ですよね。間違ってたらすいませんが、確か入っていなかったはずで、の割には、いや、強えな、これ、という風に使っていて思いました。おそらく、超舞1回だけでも、バトン受けたら、もう鬼のように強い、はずですね。はい。ということで、ぜひぜひ使ってみてほしいなと思う、ポケモンの一体でしたし、今後も頼もしいな、という風に使ってみてもいいな、という風に思いました。はい。では、今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。それでは、お相手はザコでした。また、バイバイ。はい、というわけで罰ゲームです。10分間縄跳びということなんですけど、いやね、両足跳びだと病院送りになるということをうちの専属コーチから教えてもらったので、駆け足跳びで10分、まあ僕ぐらいの普段の運動をしてなさならそれぐらいがちょうどいいかなということで頑張りたいと思います。ちょっとさっき一瞬飛んだんですけど、駆け足跳びでも多分だいぶやばい。ちょっとどうなるか分かんないけど頑張ります。もういい？準備。はい。じゃあタイマースタートするよ。はい。はい、3、2、1、スタート。あ、緊張する。ちょっともう一回。まあ、引っかかっても OK っていうルールやけんな。うん。ただ10分飛び続けるっていう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、終了。お疲れ様です。もう喋れんくなっとる。